分かってるさ。だがこいつをぶっ倒さなきゃ元の世界は戻ってこない。何時我の裁きを受け、永遠に光と影の狭間をさまようがいい。クリデュエル。我がターン。我はダークネスアリを召喚、そしてフィールド魔法ダークネス。ダークネスの効果で手札デッキより5枚のカードをセット。いきなり全部のリバースをセットするだと。俺のターン、ドロー。エレメンタルヒーロースパークマンを召喚。スパークマンでダークネスアイを攻撃。トラップ発動、ゼロ。ゼロはもう一枚のトラップを連動して発動させる。現れるがいい、インフィニティ。ゼロとインフィニティ、この2枚のカードが発動したとき、2枚の間に存在するカードを全て発動。何？ゼロとインフィニティ、その2つの間を埋めるもの、それがダークネス。2つのカードが呼び起こしたのは永続トラップ、ダークネス1。このカードはゼロとインフィニティが発動しているとき、ダークネスという名のトラップが発動するたび、相手フィールドのカードを1枚破壊する。なんだこの効果は。勇気重大、何時の際も魂に刻め、神のデュエル。暗示の最後、魂に刻め、神のデュエルを。マジックカード、リレーションシップ。このターン、破壊されたモンスターと同じ攻撃力を持つエレメンタルヒーローをデッキから呼び出す。現れろ、ネクロダークマン。カードを1枚捨てて、ターンエンド。